さあ行きましょう。これ軸的にはずれ当たるわ。よし、ノーダメでいった。上はこいつか。おっしゃおっしゃ、まあでもね、まあそうやね、あれやったやってきてますもんね、当然。25まで来てんのか。なんかなんやかんやで来たな。なんやかんやで来ましたね。さてスカラが、スカラポンポンと入ったんがだいぶで、だいぶでかい。あ、もうマシいやこいつ。そう、もうやもないし、なんもない。おお、おお、これ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 、予防や。予防というか防止というか、防止にしとこうか。なんていう名前なんか分からへんけど、うわ、めっちゃでかいこれ。ここに来ての腹ペコいらんって。もうやっぱり識別終わってたわ。いやーでかい、怖くなくなった。めちゃくちゃでかい、マジで。ここでドラゴンキラーもある。おあつらえ向きの。ガチするか。40。ほら、それでも、それでもですよ。でも40は入らんよな、多分はぐれメタルの剣では。ですね。いや、これシールドの方が欲しいわ、もう、もはや。降りたい、めっちゃ階段降りたい、マジで。ミミックじゃないか、確認しておこう。こっちの剣でも試しますよ、どれぐらい入るか。40は入らなそうな気がしますよね。やってみろよ、おら。ドラゴン狩りできれば、レベ、ああ、まねまね。レベル上げれっぞ、これ。こっから一個でも上げることめっちゃ大事な気がする。もう矢がないんすよね。どうやって戦ってこう、こいつ。武器投げがすごい。でもこいついつになったら帰ってくれんのかな、マジで。まっすぐ歩けるようになるまで5ターンなんですよね。よし、イヤホンがもうぶっ飛びそうになった。ああ。結構アイテム出してくれんねんけどね。でも良さそうな気もしてるんすけどね。アイテムを消費するよりかはなんですけど、
まあ、一応ザキの杖8はでかいからな。いや、ドラゴン戦ってレベル上げたい。ただなんかね、もうね、なんていうかな、あのマップを探索で移動したくないんですよ。ちょっと矢を節約していきますわ。ちょっと汚い言葉使いますよ僕。よし、オッケー、オッケー、よし。頑張って戦ってよかったぜ。まだ爆弾はおるんやね。きたー、上がったこれ、泥人形のレベル下げ攻撃も食らわへんのかもしれんな。今やったら一番試しやすいから試しとく価値はあるな。いちいち矢とか使っちゃってますもんね。昨日は読んだんやけど、これやばいぞマジで。うわ、やばい。なんか二人おる。ここは素直に降りての26。こちらさんですの、そこに おられる方はもう一人おったやろ。ドラゴンさんですか、違う、マドハンディ君。マドハンディ君は倒す。おとぎり、ラリホー、よし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 。ミミックじゃない、薬草。すごい嫌なことが起こったらこうやればいいんですよ。通路はだからこれでいいのよ。これ攻略法っすよ。大目玉は通路にさえ逃げ込めればこれでいけるわ。だいぶ節約できる。てかもうつえ、もうめっちゃつえ。全然ダメージが違う。レミーラか、次の回行ってから使いたいな。ほう、いやでもどうなんやろ、防御力的には。いや防御力的にももう弱いな。やったー。ドラゴン見つけたらドラゴンキラーに変えるのは大事ですけど、もうシールドはいらんねえ、はっきり言って。怖いけど、まあ、目玉であっても、まあ、基本的には対応可能。やっぱりまあ僕の今の現時点での感想はドラゴンキラーにしてきたらよかったです。いや
やでも、まあ、ドラゴンキラー持ってきてよかったね。そんなことはないわ。それもドラゴンキラーをもしメインで使ってたらそれまでにきっと死んでる。まあ、ドラゴンはむちゃくちゃに強いから、ドラゴンキラーはすごくやっぱ有用ではありますけど、そのためにじゃあ他を犠牲するのかというとそれも違うような気もやっぱするし、難しい。ここはじゃあ俺は、燃えてって燃えて、見えない敵にダメージ入った。えってうん、大丈夫、よし、よし。いや次27なんよ。レミラ使って耐えるべきタイミングなんすよ。ドラゴン来い。まあ、やっぱあんまり、ああ来た。しまった、空振った、しまった、1ターン行かれた、どうしよう。火入ってくれ、よし。強い。危なかったっすね。今ちょっと爆竹あげたわ。もうあんなあかんわ。シルデビー、オラにやつで倒せ。くそー、めっちゃ強い。こいつがマシに感じるレベルやもんな。外すんかい、外すんかい。あと1匹ぐらいドラゴン倒したらあるかもよ、レベルアップ。そうやね、レミーラあるから別にドラゴン探しに行ったらええのか。先手取れますもんね。とにかくダッシュをすんなと。いやもうやだ。なんとかなった。湧いた。ドラゴンや。よし。アイテム出しよるもんね。かなり高確率で向き合いますよ。真っ向勝負、マネマネかい。うわ、このパターンあんのか。止まっとるやつでもマネマネあんねや。いや前はそうなかったからな。前はというか試練は止まっとるやつは天狗の時はないねやわな。くそ、うんうんうん、ナイスナイス。
チャクラ。待って待って待って、めっちゃ火吐いてくれるから嬉しいけど、よし、レベルアップ、おとぎ素早さの種。もう全然いい全然いい、全然嬉しい。はぐれメタルこんかな。もうあんまりなんか与えるダメージも上がってこなくなってきましたよね。シルデビ外れになって、あ、倒せ、よし、いいやつで倒せる。すいません、うるさくて、めちゃくちゃしんどいのよ。いや、でもここになんか答えが、いや、でも今階段が逆向きじゃなかったように見えたが、ないな、迷路にあんのかな。いや、もうドキドキして、殴り合いや、うん、いや、ないな、うわ、なんもない。Very dull. Pretty dull. Medama san じゃないですか。なんじゃおら。よし。目玉も2発になった。いや、もう行ってもいいんじゃないかこれ。うーおー、シルデビかわせ、よし、2発、冷静に対応、よし、ちょ、めっちゃきつい、迷路スタートはマジきつい。ドラゴンもおるよね多分。うわー、レミーラ欲しい。じゃあ僕結構27に期待してたから泣きそう。うわ、だる、インパス、いや、杖取った時のために残そう。この後に及んで罠の脇も脇、ちょちょ、もうか、神神、切れば回復したくない。薬草どう使おうかな。1上げる、うわ、まだ下向きや。レミーラー、嬉しい、嬉しい悲鳴や。お、インパース、インパスばっかり。人形よけ、はあ、そういう名前なんや。そっか、こいつも人形攻撃っていう扱いなのか。
待ってくれや。レミーラはいるぞ。何かが近いぞ。すいません、もう喋ることがもうしんどすぎてね。シルデビやな。ドラゴンは絶対向き合っとくべき。よし、本物。よしよしよし。出してくれないのか、アイテム。まあ、確定じゃないっすもんね。かなり高確率でアイテムドロップするんですけどね。よし、2発。よし。惑わしそうとかめっちゃ嬉しいっすよ。実質ザキやからね。やれるよね、やれるよね。向き合ってぶっ殺せるよね。外した。よし、来るかなと思いましたよ。今8万超えて、あかん、すいません、噛んで喋れない。降ります。29。ドラゴンシールはもういい。レミーラ使うか。レミーラ、やせ忘れた。先下行きましょうか。いや、これはレミーラでかなりやっぱ安心なんですよ。全然違うからほんま気持ちが。虫でもいいかな。起きちゃった。うまく通路に誘導すればリスクは軽減できる。今のアイテム、音切り、素早さ、惑わし、ちょっと少ないなっていうか、はぐれメタルまだかよ、マジで。
なんかあった時の保険がめっちゃ少ない。やっぱりこの不思議のダンジョンは空振りですよね。怖いのはシャドウはもういらおらんくなった感じですかね。いやマジでこの指輪めちゃくちゃ助かってんねんけど。よし、金縛り、口なしら。いいアイテムくださいよ。お願いしますさ。経験値だけでも嬉しいけどね。シールデビとドラゴンか。火入ってきますよね。しかこいつ。やっちゃったかな。まあ音切り手に入ったんやったらプラマイゼロかな。殴り合えるからね、ドラゴンとは一応ね。よし、いいよ。なんやったらレベルアップ狙ってますからね、僕。やっぱ10万かなって思うんですよ。もうほら、もう行くやん。集中力をください。レッドブルをください、僕に。よし、草が出るこの嬉しさったらねえよな、しょぼい。いや、いいです、いいです、いいです。よし、いいぞ、よし、いいぞ、よし、いいぞ。上等、上等。これで確定。あー、お金。でもシルデビがやっぱ怖いっすね。バーって速い感じが。行こうか。
想部屋やんけ、これどうしよう。うん、あーきつい。あ、レミーラ、あれレミーラあるわ。レミーラ持ってたんや。前は。金縛りがあるのと分裂があるんで、それほどは怖くないですけど、できれば金縛って惑わしてって感じだよね。耐えた。よし、耐えた。うん。うん。よし。レベル上がった。よし。おとぎそうだけでしのげそう。金縛りを使わなくて済む。どうしようどうしよう。あいつはでもきついぞ。こっち逃げてきやがった。うわー、来やがった。まあ、音切りは確定か。まあ、草2個あるしね。耐えたと考えればいいでしょう。よし、頑張ったっすよ、今。今めっちゃ頑張った気がする。まだおるわ。いや、ちょっと回復してからやな。シルデミか。うん。あ、そっか、こいつは惑わしてるやつ。来るかい？一回かわしてくれたんでかい。また時の砂か。薬草。絶対持ってかんとな。ドラゴンシールドももういらんでしょう。今後のこと考えてもやっぱり打撃の方がきついし。お、来た来た。よっしゃ。うわ、でもこれまた持って帰んのかな。マジか、来たわ。奇妙な箱。まだ持って帰んねや、これ多分。よっしゃ、30か。やったぜ。うわ、もうマジでちょっとこの言葉だけは言いたくないけど、全集中やねこれ。
難しいさ。全集中ですな。2回言った。うん、いやー2発で倒せない。いやもう駆け下りでしょ。駆け上りですか。動いとらへんからな。なんとかなるか。シールデビく気抜けへんぞ。これシルデビが来よるよ多分。全く気抜けんな。あんまアイテム落ちてないと思うんですよ。ただドロップはしよるからね。ドラゴンとか上がってきゃいいと思うのよね。ちょっと集中力がやばい。一回ちょっとコーヒー飲んできますわ。はい、次回が最終回にできればいいなという感じで、はい、行ってきます。